とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この防具、使っていこうと思います。はい。発光するイカの防具です。少し前にゲットしてて、まだ使ってなかったんだよね。で、これを実際使ったところ、結構いい。結構いいです。で、エンチャントは、雷フォーカス、炎フォーカス、クールダウン。そして、黄金スキルが、これね、食料貯蔵か。これはね、いまいちなんだけども、まあ、下のエンチャントは完璧なんで、なかなか、いいかと思います。はい。ということで、イベントステージ、やっていきましょう。今日もね、3つ出てるんだよね。で、できればね、大釜のアーマーが良かったんだけども、大釜が今回、できてないので、そうね、どっか2つぐらいクリアしていきましょう。では、まずは、締めっぽい洞窟から、これだね。ちょっと待って、きつい。きつい。これね、発光するイカは、もともとついてるスキルが、一瞬だけ無敵になるのと、イカ墨を放つ、速度 15% だね。なんで、これを装備した後に、普通の装備をつけると、なんかね、すごい遅く感じるのよ。なんで、これを使い出したら、もう、これ以外はちょっとね、ぬるいんだよな。なんかそういう風に、どうしても感じてしまう。で、一瞬無敵になるんだけども、なんだろう。もう囲まれれば、さすがに死ぬ。でもね、この無敵っていうのが、そこそこ効いてるので、生存率っていうのはね、結構高い。絶対無敵っていうわけじゃないけどね。なんで、これはね、全然、素晴らしい。ただ、マルチプレイでやるときには、ツタのアーマーの方がいいかな。あれで周りを、固めていった方が、周りにね、貢献できるんで、いいけども。まあ、ソロプレイだったらば、こっちの方が、好きかな。はい。まあ、とりあえずちょっと矢がなくなってきたので、増殖しますね。あ、ちなみに、パープルストーム、こっち側を使って、ってます。マルチショットの方だね。こっちと、無限のやつを持ってるんだけども、まぁ、ちょっとこっちのマルチショットの方が、使えるんじゃないかなっていうことで、こっちを最近は使ってます。ただ、無限がついてない分、矢の消費量がすごいのよ。なんで、ちょっと多めに、増殖してないと、後からちょっとね、痛い目を見るんで。まあまあ、こんぐらいでいいか。はい。まあ、クリアしていきましょう。クリアです。報酬見てみましょう。まあまあ、ファントムの弓だよね。エンチャントどうだ？まあ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 。オーバーチャージがついてると、これすごい強いんだよね。結構ダメージ出るんじゃないかな。でも、ほっかく、まあ、クリティカル入れててもいいね。オーバーチャージで、4倍チャージした後にクリティカルが出ると、多分大概のやつワンパンでいけるんじゃないかな。まあ、とりあえず、もう一個、行ってみましょう。次は地下寺院だね。一発目からナイトモードが入ってるやつです。でもまあ、前に比べると、だいぶやりやすくはなったよね。あ、俺、ちょっと待って、装備忘れてる。ちょっと待って。こう、装備をね、間違えたりしても、この画面になると敵が動かなくなるんで、前と違っていいよね。前はね、それがなかったから、もうやられたい放題だったもんね。よし。なんで、だいぶ、ここはね、止まるっていうのは、素晴らしい。素晴らしいアップデートだったんじゃないですか。よし。まあ、とりあえず、進んでいきましょうか。まあ、余裕でしょう。今回ね、ちょっとチェストが13
あるので、ここ結構あるな、宝箱が。別に取らなくてもいいんだけど、まあ、あるんだから一応取っていきましょうか。なんだ、モブの HP70% きついな。あと1個、変更点が出てくるよね。まあまあ、ここは、ボールもさ、結構いいの出るんで、一応いっか、全部。あと1個。まあ、敵の HP がね、200% ぐらいならなければ、いいかな。し、もう、確かね、出口出たところで、もう、見えてたんだよな、ゴールが。なんで、大丈夫でしょう。いや、きついか。いや、いける、いける、いける。ちゃんと場所取りを、しっかりやっていけば、全然勝てるはず。オッケーオッケー。でもね、奥の方に、いるんだよね、キャプテンが。キャプテンいないな。うわ、嘘。え、キャプテンいないぞ。ちょっといないいないいない。外か。ゴール間近にあと1体いるっていうタイプかもしんないね。ちょっと待って、最後の最後きつい。結構つらい。あ、でもね、ここね、まっすぐ行けば、クリアではあるんだよね。こっち。クリアなのよ。いや、でも、おそらく、反対があっちにいるな。ちょっと危険だけども、取りに行ってみっか。あまりぐいぐい行かずに、ちょっとずつ、行ければ大丈夫でしょう。いや、いないか。反応がないね。え、いないかもしんない。いや、いた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 。いる。ちょっと待て待て待て。矢はあるね、ちゃんと。よし。オッケー。味方回復とか大連とかがいる。最後の最後はちょっときつい。よし。オッケー。どうだ？あ、いた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 。お前を倒して。おしまい。やばい、あぶね。あと一発。よし。OK。モブ速度 40% アップ。まあまあ全然大丈夫だね。よし。ではではでは、報酬もね、ちょっと期待できる感じになってます。いきます。では、見てみましょうか。253ぐらいかな。お、254。まあ、使わないけどね。ここで260ぐらいのやつが。強固な259。おー、悪くないぞ。エンチャ次第で、全然使っていける、と思います。いらないね。いらない。HP はね、260万でなかなか高めなんだけども、と良くないかなぁ。いや、むしろ防御特化だったらこれもありか。あ、いや、良くないね。ポーションバリア3秒だしね。で、こっちはもちろん、いらないかな。はい、ということで今日はこの装備、発光するイカの防具、使ってみました。やっぱりいいね。まあ、無敵になるんだけども、ほんと一瞬だけなんで、全然やられちゃうんだけども、生存率としては、なんか、ぐっと生き残る感じで、いい感じですね。ただ、マルチになると、周りに貢献できるような装備をした方がいいのかな。まあ、ソロにしてはこれは、すごくいいやつだと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴
ありがとうございました。